そうそう、書かないかな。もう、ちゃっちゃかいかな。書きます。この一本でしか穴がないと、わかる？わかります。全部土台を、コアっていう土台を削り落とされると。ここの一本、右上、なんばかない。一番かな。一番だけで維持しとと。4月29日、お昼1時45分。あーして。あー、もう、左上5番しか残ってんの、こっち。で、右上が真っ黒やった。これいつ気づいた？真っ黒って。最近。で、コアが、ペコって、うわ、硬。でも、何歳？48。はい。あーして。これ、コア。息止めてください。はい。土台が、ここ、硬い。で、ここ、一本。で、ここでもう全部、コア、土台、壊されたときに君ね。で、右下もここ、狩り場を作ることができる、これ。で、左下はない、歯がね。こっち見て、インして、ここで支えとく。ここを土台にして、隙間がまだあるけんね、いける。これ、この噛み方、君、奥歯で噛んでん。ああ、こんな感じ。これがね、君噛んでったこの噛み方やけん。あいんってする噛み方やねん。あいんってして。この噛み方で噛んでって、これでしたらこれで設定されるけん。奥歯で噛んで。奥歯、奥歯。それあいんってしてるよ。わからんと噛み合わせ。カメラの三脚がなくなってる。奥歯で噛んで。そうそう、噛んで、噛んで。いや、それ違う。あいんってなった。奥歯で噛んで、奥歯で。奥歯。わからなくなってる、噛み合わせ。いや、噛んで、噛んで、普通に噛んで。この噛み合わせで感動って。OK？ コアがめっちゃ光った。でもこれ維持力に使える。狩り場の。行くぞ。コア、右上。2番かな？ 3 番かな？糸切り場、コアが入っとく。金属。はい、土台、入れました。これを形作っていって。噛んで。ここの、ポコって出とろ？これしか維持力がないと。いや、この土台見て、ここ。ポコって。これしかないと。わかる？これを刺しばさっきしようとしとったん。これ、入れたみたいに、塊持ってきて、ほら、だんだん取れなくなってきた。カポって入れれるよ。噛んで。カチン。今、噛み合わせどうなっと？噛み合わせ。あ、大丈夫。大丈夫よ。奥歯がないけん。難しいよ。こっちちっちゃいけど、ここ1箇所。で、ここも2箇所あったけん、ポッチが。で、3箇所。この左上5。あんして。ここに引っ張れば3箇所引っ掛けるとこがあるけん。今だけやったらまたテクノギーに起こるんよ。で、ほら、少し取れんけど動きよんよ。カチカチ噛んで。で、口で、ふーんって舐めてみて。またここから歯の形ですけど。動きよる、これ。やけん、この動きは止めれんと、重すぎて。なら、差し歯やったら、もっと止めれんと、これ。差し歯やったら、もうここの穴しか開いてないけん。ここしか。もう全部土台、コア、削り落とされた、これ。をこれで、もったねーって思うけど、次の日からもう動き出したって表現したろ、君。で、次の予約は、今4月29日なのに5月18日、2、3週間後にされたろ。噛んで。噛んで。カチカチカチ。どうなっとる、これ。君の言葉で感想を述べよわかんなう。わかんないでいいと。い。ん？気持ち悪い。なんか嫌だ。なんか出っ歯みたいになってる。なんか違和感100%。なんか斜め？いや、斜めは形態修正だけん。いや、噛み合わせ、まず噛み合わせ。斜めなんて形は最後に聞くけん。なんか重たいな。重たいやろ。だけど、それ前歯だけ、少しの維持する力しかないけん、左に伸ばす必要があるん。だけど、君は金がねえって言うけん。左でガチしたら安定する。3箇所いるんですよ、維持力が。人間の足ってほら、2本で立っとるやろ。おばあさんは杖をつくやろ。やけん、3本足になるやろ。やけん安定したやろ。おばあさん、よろよろするやろ。やけん、杖持っとるやん。
その杖がいると。でも今杖がないと、だけ重い重いっちょっと、これ気持ち悪い、もう取ってください、金返してくださいって、もうできんよ、材料代払っとけ、 OK。 で最後サインもらうけ、行くよ、こっち見て、携帯修正外して、さっきの仮バー外れたろ、外れる、うん、外れますか、あ、なんか空洞だけ、空洞とかどうでもいいよ、その仮バーは外れる、外れそう、そうじゃないよ、外して。外れんちゃう。まあ、思いっきり引っ張ったら土台はボケ折れるよ。外れんやろ、うん、でも動きをやろ、うん、それはなぜか。安定しないから。左上まで引っ張、左上の歯があるけん、君。ここが。聞いてる、うん、ここまで引っ張、鏡見て、君。君なんかね、理解力がめっちゃない。理解しようという努力がいるよ、君。じゃないと、君これ理解せんと。なんかせん方が良かったって言い出すんですよ。もう経験済みやけん、ここをね、さっき見せたろ土台を、うん、くっつくとこがないの、接着剤って言ってくっつくとこがないと、うん、だけんここがいると本当は、うん、だけんあれやったらガチってつけた方がもう動かんくなると、わかる、ここがいるんよ、ここがどうしても、うん、しかしお金がかかるんだけど取れないんよ、取れんやろ、動くはするけど中で引っかかっとうと、うん、だけど16で重さで落ちてきるよ、これわかるよ、感電、この噛み合わせはどうですか、今これカチって言うよ、パズルが合うようにパチって入るよと、その本数だけじゃ足らんと、本当はこれ、うん、だけどセメントでつけてっててもこれ引っ張ると土台が折れるんですよ、ボキって、うん、やけそうじゃなくてこっちに維持力、この銀ババ外してガチってつければ強くなると、理解してる？あ、理解してないやろ君の目、それ。変わってん？どんな君の言葉を言ってん？どういう気持ちなのか。これやだとか、これで変えるのちょっとごめん。形を作ったら、あの土台が大切やけん、うん。見た目とか斜めになってくると後からどうでもなるけん。噛み合わせと維持力を今まず考えようと。うん、ただ君は子供が目を迎えに行かなきゃいけない、焦っとるこっちは、はい、今日は何しに来た、差し歯が取れてきたんやろ、うん、で今から歯の形に変えるんですよ、しかし後からつけると形がまた崩れるんですよ、うん、でお金がもっと高くなるけん、この状態が君が嫌だって思うなら、この状態で変えれないと思うなら左伸ばしたがいけん、線を後から今日中に持ってくる、何時前に持ってくるって言えば伸ばせることができると、だけどケチるならこれでまずやってみて、やっぱりこれは嫌だって言ったら強制はせんけん、その時またすりゃいいやん、で口コミ毎日確認しようけ、マジで、もし悪口書いて君の会社の旦那さんとかにギャンギャン電話する人間やけん、保険証の履歴をたどってやけん、悪い変な動きしたらいかんよって話、僕は良かれと思って言ってるだけ、あの差し歯をつけてもすぐ取れる、これで取れるんやけん、分かる、言ってること、はい、やけんこの状態で先に進めるのか、いや、これ、この状態、いいと、はい。はい、で、この原理が。パカパカパカする。それそうやん。やけん、いとらんけん。やっぱこれ伸ばした方が安定するんですよ。ここがどうしても弱い。ほら。ここついとんやけど、土台が出とったろ、こう。ここ動かんじゃけど、ここがどうしてもね、こんなに動く。わかる？だけん、君、もうやってあげようと思うよけん、時間ないけど。伸ばした方が強いけん、マジで。あの、形が変わるけん。感電？歯ないように見えろ、うん、これが入ったように見えるけん、こっちは、うん。で、ここはほら、気持ちよく払えやろ、いつか。うん、って話。だけん、ここもう2000円でしたるけん。ありがとうございます。本体に欲しいけど、よかと。ただ保証の期間、うん、5月だけはあの1回、うん、いや5月何回かしてあるけど、うん、気持ち悪いとかちょっとかけたぐらいだったらほら、今取れた、開けたままよ。見て鏡、ここの歯がね上に噛んで入り込んどんよ。うん、あんしてこの歯半分割れとるやろ。うん、だけど少し噛み合わせ、ここ調整させて、うん、OK、 ここ少し噛み合わせ落とした、
噛んで少しこっち見て少しスペース作ったけん、うん、オッケー、はい、これを伸ばすけんこれ入れとく。あ、噛んでわかる、うん、噛み合わせ大丈夫やろ、はい、下の噛み合わせ少し調整して噛んで噛んでいけるやろ、はい、オッケー。ギリギリしてもいい。はい、あ、噛んでこっち見て思い切り、あ、噛んで一応白くなったろ左上、うん、